여러분 안녕하세요. 크름입니다. はい、本日は夜ご飯を食べながら語っていきたいと思います。 ということで今日は夜ご飯さっき作ってきて、昨日ラーメン食べたから今日はヘルシーめに食べようと思うんだけど、豆腐と牛肉の炒め物とか、そのヨーグルトとあとアボカドのサラダっていうちょっとヘルシーめなやつにしてみた。はい、食べながら今日は喋っていくから、みんなもご飯食べながらとかメイクしながらとかスキンケアしながらとか、まあそんな感じでラジオ感覚でまあ適当に聞いてくれたら嬉しいなと思います。 いただきます。ただいま時刻は7時4分、19時4分。今日はお昼になんだっけ、腰直すやつ、カイロプラクマイヤわかんない、骨盤矯正をしてきたの。すごいの。初めて骨盤矯正友達に紹介してもらっていたんだけど、なんかいつも私右がこうなってんの、でなんか骨が鳴るのね。だけどそれがほぼなくなったっていうか、まっすぐになった。 だから今日はルンルンです。ルンルンでございます。はい、っていうことはまあどうでもよくて、今日はあれなの、全然食べれないで喋ってると。今日は何を語るかっていうと、ワーホリのこと、韓国のワーホリ私知ってたの皆さん見てる方がいたら分かると思うんですけれど、食べてると喋れないね<笑>私韓国にワーホリに行ってたことがあって2年前かな。 で、その時にアルバイトをしてたんですけど、コメント欄に韓国のワーホリアルバイトは韓国語喋れないとできませんかっていう質問をね、いただいたんですよ。で、それについてね、今日は語っていきたいと思うの。それに一番最初にルールもあれですけど、韓国語は喋れた方がいい、まあ喋れた方がいいですけど、まあね、できたことに越したことはないよね。 だから、私はどれくらい喋れるようになってから行ったかっていうと、韓国のワーホリ行く前はトピック4級を取りました。でもね、その韓国行く前に取ったのトピック4級で、だから今どれくらいの韓国語能力かっていうのは分かんないんだけど、バイト私が応募した時はトピック4級ぐらいのレベルだから、中級レベルぐらいかな。 で、その応募要項にも中級レベル以上って書いてあったの、私の寿司屋のバイトのところは。他のところも結構中級以上って書いてあるところが多かったと思います。友達に聞いたんですよ。他のワーキングホリデーしてた子に聞いてみて、その子は韓国語をできなくても最初から働けてよっていう子が一人いたから聞いてみたんですけど、飲食店だった。その子も飲食店で何屋さんか忘れちゃったんだけど、まず 履歴書とか面接は全部韓国語だったって。応募の電話した時も韓国語で、全部韓国語だから、ゼロで行ったわけではないということだよね、その友達も。だからね、やっぱりちょっとは会話できる能力がないとダメかなって。独学でできるから大丈夫。 私も独学で行ったから、その子も独学だったのかな。やっぱり自分が楽に仕事するためにも絶対に韓国語は喋れるようになってからバイトした方が絶対に楽だと思う。私も4級レベルで行ったけど、接客用語は全然知らなかったし、全然知らない単語とかもあって、どうしようみたいな時はあったの。だから準備してた方がいいかなって私は思う。 自分の身を守るためにもね。だから、そうね、方法としてはだよ、方法としてはまず私はワーホリを一番最初に行くんじゃなくて語学留学がいいのかなって思います。でも語学留学って学校通わなきゃいけないビザがあるじゃないですか。そっちの方で行く方が先に勉強できるかなと思うの。 それプラス独学だったら最強だから。だけどそれってめっちゃお金かかるじゃんね。私も学校行こうかなって思ってたけど、めちゃくちゃお金かかるからやめてワーホリにしたの。その前に独学で頑張ろうと思って独学で
勉強してだって感じなんだけど、そうだな、お金があったら韓国の語学堂とか通う、ビザ先に取ってそれで韓国語を先に勉強して、でその後にあのね、その学生ビザでも半年韓国に滞在してたら半年以降アルバイトできるようになるから、まあ、時間は限られちゃうんだけどできるようになるから、そういう風に働きたいって思う人で韓国語まだまだできないなって人がいたら、そういう方法もあるかなって思います。でお金ちょっと厳しいなって人はワーホリでもいいんですけど、ワーホリでも学校通えるから、学生ビザの時はずっともう学校通ってないとビザ切れちゃうんだって。私も知らなかったんだけど、学校に通わなくなった途端ビザが切れちゃうらしいから、学校通いながらじゃないとバイトできないんだって、半年過ぎても。だけどワーホリはワーホリビザでもバイトできるし学校も通えるの。だからワーホリビザで入って最初からもワーホリのビザだったら入国して1日目から働けるから、まず韓国語ができない状態で入国しましたっていう風だったら、一番最初3ヶ月とかでもいいから語学堂に通う、3ヶ月ぐらい通って、でその後にバイトをするっていうのもありだと思う。でもう1年間丸々働きたいよって人は本当にもう学生ビザで1年通ってワーホリビザに切り替えるみたいな方が、ワーホリビザって一生に1回しか取れないから、その国ごとに一生に1回しか取れないからもったいないって思う人は学生ビザ先に取るとか。食べながら喋るって難しいね。そうだからいろんな方法があるから、みんなに合った方法を調べてみてほしい。で私は語学堂とか通ってなくて学生ビザで行ったことがないから、そういう留学については深くはちょっとよくわかんないんだけど、質問してくれたら友達に聞いてみますね。周りで学生ビザで行った子いるから、ワーホリビザの方が多いんだけど、ね、周りは何言おうとしたんだっけ、めっちゃ忘れちゃった、思い出す。まあ最近記憶喪失かも、頭おかしいわ。ねえ覚えとる、私が言いたいこと忘れちゃったんですけど、何だった？エルマ思い出しました。何言おうとしたか思い出した。まあバイトをワーホリとか韓国でバイトしたい人は、まあバイト先を見つけやすいのはトピック4級レベル、中級レベル、3級4級以上が探しやすいと思う。そう探しやすいんだけど、まあ1、2級の人、初級の人でも探せないこともないよという感じでございました。うん、頑張ろうね、一緒に勉強しよう。したらできるようになるから、絶対大丈夫、大丈夫よ皆さん。私もねまだまだでしたけど、あまだまだでしたけど、まだまだだけど大丈夫、もうちょっと頑張ってもっと喋れるようになる。私もでもすごいワーホリいい経験だったから、みんな行ける人は行ってほしい。韓国だけじゃなくても他の国でもいいし、全然なんていうの、留学っていうのはすごい勉強になる。で皆さん、私が留学の時に語学堂に行かずにどうやって勉強してたとか、どういう風に暮らしてたとか、そういうのが気になる人はぜひこの留学の時の動画を見てみてください。このね時期、このここら辺の動画の時期はだいぶ全部留学のね時に撮ってたやつなので、まあ結構留学の時の様子がわかるかなって思います。そんな感じでございました。また皆さん、こういうことが聞きたいよ、こういうこと気になるんだけどどんな感じなん、くるみっていう人たち、皆さんコメント欄で教えてください。私がお答えいたします。ということで皆さん、チャンネル登録してまた次の動画で会いましょう。여러분다음동영상에서만나요。안녕。